はい、じゃあ続きいきます。スペシャルモードですね。うん、前回このニコルまでクリアしましてですね、ブース・デッドマン3人衆出てきましたんで、まあ1人ずつやっていこうかなと思います。まずはレーダーの黒と、まあ順番にねこうやっていこうかなと。はい、フェーズ9、暁の空へ。うん、あー、君 M1 体を攻撃してください。M1? あんなのストライクダガーにやらせてよね。命令です、従ってください。へいへい、わかりましたっとね。ちゃっちゃと終わらせよっと。まあ何しろって、こいつらを倒せばいいだけ。あー、なるほどね。お嬢ちゃんたちがいるわけですな、3人。おっと、ムーさんもいる。ムーさんはエールストライクか。お嬢ちゃんたちは2人しかいないな。あー、じゃあ3人いるわ。アサギと、なんだっけ名前忘れた、アサギ、ジュリー、マユラだっけ。だよね。ムーさんも倒さなきゃダメかねこれ。うーん、まあいいや。いずれにせよなんですけど、エネルギーがね心配で。あ、武器は1つしかない。はい、武器1つしかないからね、これ一撃で落とせない。うわ、かわされた、最悪だ。あー、ダメ、近く。おっと、お嬢ちゃん3人衆、くそ、これもまた難しそうだよな。攻撃受けると、おっと、フェーズシフトは起動しないとね。武器がまた1つしかないからね。遅かった。せっかくあのマルチロック成功したかなと思ったんだけど。こいつら、この3人衆じゃなくてさ、うわー、効かねえ、勝てえな。はい、あー、ダメだ、こいつら意外と早いね。こりゃまた難しい。うわー、もう完全に3人の連携にいいようにやられてる。あの敵だったら強かったけど、自分が動かすと弱いパターンねこれ。はい、どうも。はい、これマルチロック、エネルギーの節約でマルチロックでさ攻撃したいけど、したいけどさ、マルチロックの長押ししてる間にまた3人のね、またこの見事な連携プレイが来るのよね。ああ、もうくそ。はい、オッケーオッケー。もうそうこうしてるうちに HP がねもう1000ぐらいしかない。あー、ダメだー、いいようにやられてるわ、食らっちゃうよな雑魚。このでもこの3体倒せばさ、そこそこあとは楽になる気がするんだけど、そうでもないかな。ムーさんもいるしね。うわ、当たらねえ、こんなんでどうやって倒せっつうのこれ。はい、当たんなかった方先に攻撃していかないと。あっと、危ねえ、攻撃される前に攻撃をする。でもエネルギーがね、ほんと、あー、ダメだ、こーら厳しいっすよ。とりあえず1体は落とせるでしょう。オッケー、はい、1体は落としたけども、あー、ダメだ、こいつらほんとすごくね絶妙な感じで間合いを取って
攻撃してくるから、あ、これ完全やられたかな。あ、ダメだ、やられた。これ難しいわ。これさ、難しいのがずっと続くわけ、これ。3人続いて。これはちょっときついぞ。一番最初のあのジャスティスがね、ジャスティス期待が強いから、まあ、なんとかなったってのあるんですけど、はい。どうしよっか。エネルギーあるうちにあの3体倒した方がいい気もするけどね。おっと、これは結構食らったぞ。よいしょ。マルチロックじゃなくて、やっぱ1体ずつ倒した方がいいのかな。倒すっていうか、戦った方がいいのかね。これはあんま効かない。この辺の違いがよくわからんよな。うん。OK。はい。まあ、1体ずつ行きましょうか。はい。こんな感じでやってれば、ダメージは食らわないんですけど、エネルギーがどんどんなくなっていっちゃうから、ああ、まだ残ったしね。はい。うん、攻撃されないで済むんですけど、エネルギーがね、どんどんなくなっちゃうから、やっぱどっかでマルチロック使わないとさ、うん、ダメだよな。はい。OK。ああ、もうせっかく2機、やっぱね、マルチロック長押ししてる間にやられちゃうからね。はい。ああ、ダメだ。強い。強いね。なんか、ああ、しかもミスるしね。空振るし。はい。まあ、3機はね、まあ、1体ずつ攻撃して確実に倒していって、やっぱ他のモブキャラはやっぱ、マルチロックで倒した方がいいのかな。まあ、理屈では分かってるんですけど、なかなかうまくいかんのよね。はい。食らう。ああ、もう、攻撃させてくれん。はい。これだけじゃなくて、もっと攻撃にバリエーションがあればさ、割といいんですけどね。まあ、そうこうしてるうちに、もうエネルギー半分ぐらいしかないんで。わー、で、かわされるでしょ、今度。はい、来た。マルチロック。ムーさんは戦わなくても、よければいいんですけどね。M1 を落とせって命令だから、M1 だけで済めばね。まあ、なんとかって感じ。あー、どこ下か。こいつはもう虫の息だな。こいつが当たんねんだ。よし。これで落とせるんじゃないか。当たればだけどね。当たれ。よし。いたー、許さないんだから。うん。原作ではね、この子たち死んじゃうからまたちょっと悲しいよな。よいしょ。オッケー、これも落とし、うわー、最悪だこれ。エネルギー使ってね、くそー。まあ今攻撃されなかった、反撃されなかっただけでもまだいい方なんですけど、ほんと最悪だわ。よし、終わったよ。ああ、つまんなかった。ああ、よかった、よかった、よかった。はい、セーブしましょう。難しい。ほんと大変だわ。じゃあ次、フォビドゥン。シャニでいきます。シャニのフォビドゥン。螺旋の開口。またか。こいつはさ、割と
近距離ファイターだから、うん、君にはアークエンジェルを沈めてもらいます。なんだ戦艦か、つまんないな。はい、アークエンジェルを潰せてね。こいつを倒せばいいのか。 M1 アストレイがいっぱい。わあ、ジャスティスもいるし、フリーダムもいるぞこれ。バスターもいるしね。バスターはもうとにかく遠くから攻撃してくるから、これはまた大変だぞこれ。で、例によって武器は一つしかないと。ここの間をこう抜けていきたいので、いたー。はい、もうでもこいつを落とせばさ終わりでしょ多分。あ、近距離ファイターでもねえな。ビームかこいつ。なんかあの鎌みたいなの使ってね攻撃もしたりするんですよねこいつ、原作だとね。あー、アークエンジェルか。まあいいや、ここは大丈夫でしょう。ビームは効かないからね。よっしゃ、さっさと落としてしまいたい、アークエンジェル。はい、よいしょ。いいねいいねいいね。もうだいたい半分ぐらいまで減らしたから、こいつはモブキャラか。あんま効かねえな。あー、フリーダム、フリーダム、あぶねえ。フリーダムが近い。ローエングリーン、いいっすね。かっこいいよねやっぱこのローエングリーンが。効かないのよね。これは比較的楽なシナリオかな。どうかな、すんなり言ってくれればいいんですけど。まあいかんせんやっぱジャスティスと、あんま聞いてねえな、ジャスティスとね、フリーダムが近くにいるっていうのがやっぱ怖い。あ、やばい、来たー。何来る何来る、ビームか。これは効いちゃうか。弾くよな弾くよな。うわ、弾かねえ。ビームが曲がるっていうあの原作のあれはなしか。まあでもでもまだ余裕あるんで、今んとこね、今んとこは余裕あるんで、いけ、よし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 。あともうちょっともうちょっともうちょっとですぞ。あー、くそ、またフリーダムか。違う、アークエンジェルだね。はい、あっと、間違ったぜ、狙いを間違った。まあいいか、 とりあえずこいつら食らったらぶっ飛ぶから交代するんだよね後ろに。よし、食らった。ビームが曲がる、オッケーオッケー。ぶっ飛んだところをこのアークエンジェル狙う。うん、オッケーオッケー。まあバスターとかは遠距離攻撃来てないから今のとこはまあまあまあ楽っていうか気持ちは楽ですよね。ジャスティスもなんかいないしね、接近してきてないみたいだから。ジャスティスどこ、ここにフリーダムと M1 がいて、ジャスティス、ジャスティスこれ何やってんだこれ。バスターにだったらここで何をやろうとしてんだか。あった、やばい、 M1 か、モブキャラのくせに。モブキャラはカットして、あー食らった。よーし、これで終わりかな、これで終わりかな。よいしょ、いったんじゃない。 OK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 、 よしよしよし。いやー、マリュウさんちょっと落とすのね、ちょっとあまりね気持ちがいいもんではないですけど、かわいそうですね。よし、終わったよ、帰っていい、終わった。あ、間違った、セーブし忘れた、セーブし忘れた、くそ。じゃあ絡みていきます。オルガ、こいつは週末の光、こいつはねザ遠距離攻撃みたいな感じだから。あー、サブナックくん、フリーダムを破壊、マジかよ、捕まえなくていいのかよ、もう用済みです。へ、分かったよ。マジか、フリーダム相手だとちょっと分が悪いぞ。どこにいる、どこにいる、一番奥じゃないよな。うわー、これ大変だぞこれ。
ここ突破してフリーダム行かなきゃダメ。ちょっと逃げようか。ちょっと逃げてフリーダムが、ジャスティス、うわーもうジャスティスが近くにいる。これバスターじゃない？あ、やっぱりね。なんかそういう気しましたよ。ここ突破してダメ。あーっと、ジャスティスお前か。うわー、ミーティア撃ってきた。やばくね、これやばくね。大丈夫？うわー、くらったー。くら、あ、違う、ジャスティスここで上かこういう感じ。あー、まあ遠距離攻撃できるから別に近づかなくてもいいのか。遠くから狙えばよかったんだね。逆に近づかれたらちょっとまずいって感じか。もうこれでさ、あれ、あー、そっか、ダメ。あー、まあしょうがない、ここ攻撃しよう。はいはいはい、よし、これでフリーダムもいったね。オラ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 、スタープラチナ、はい、これでまだ半分ぐらい残ってますね。いや、ここはまだ、よっしゃ、これでどう、これでどう？ OKOK。点滅ね。食らって間もない状態の点滅状態は、ある意味あの、ロックマンの無敵状態みたいな感じだから、点滅が解けるタイミングでね、もう一回狙わないとダメなんで。うわー、ミスったの？ちょっとエネルギー高いんだからさ、ちゃんと狙ってよ。はい、ちょっとカットしますね。よっしゃー、食らったー。ちょっと、なしで。今無敵状態だから、この無敵状態が解けてから、はい、まあ近づく必要ないと思うんだけど、ある程度ね、目視で確認して確実に仕留めるみたいな。どう？まだまだあと何発。あー、もうダメ、狙われてるぞ。よっしゃ、これで終わりでしょう。よっしゃ、落とした。僕は守れなかった。ごめんよ。へへ、大したことねえな。あんまり調子に乗るんじゃねえぞ、マジで。よっしゃ、じゃあ、あれ？出てこない。保存してないから、シャニで。え？そういうこと？そういうことか。もう一回じゃあ行かないとダメ？あー、なんかめんどくせえなー。ちょっと待って、もう一回ちょっと確認して、シャニでセーブしてないから出てこないのかな。はい、ちょっとこの辺カットでいきますね。無敵状態だ。よし、まあまだちょっと時間もあるんで、この辺ノーカットでやっていきますけど、よいしょ。あー、くそ、もうアークエンジェルと殴り合いっすね、これ。はい。あー、ジャスティスとフリーダムが来たぞ。誰だ。あー、アークエンジェルか。オッケー。1849。まあまあ、もう少しっすね。あ、でもあと3発ぐらい、殴んなきゃダメかな。よいしょ。オッケー。はい、オッケー。いいよ、殴り合いましょう。殴り合いましょうよ。はい。よいしょー。あと一発だね。オッケー。これで終わりかな。はい、ごめん、マリュウさん。はい。よし。これ、セーブすれば、あれ出てこない。なんでなんか条件が合ってないのかな。
あれ全部クリアしましたよね。なんで？ちょっとよくわかんないですね。ゲームオーバーなしでこうクリアしていかないとダメなのかな。いや、そんなことないっすよね。ちょっとよくわかんないっすけど、まあいいや、今回ここまでにしておきます。はい、もう20分ぐらいだから、まあちょうどいいでしょう。というわけで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。